んこんにちは。くまパンチャンネルナビゲーターコビです。そしてちゃんと紹介するから大丈夫。こちらは今日も元気なくまパン王子です。でさ、くまパン、今日はね、私くまパンに紹介したいお姫様をちょっとねお呼びしたの。だって欲しかったでしょ、ガールフレンド。私聞いちゃったもん。ね、こちらブロンズ姫です。ブロンズ姫ちゃんです。なんで固まるの、なんで。ブロンズ姫みんな好きなんだから、みんな人気のあるブロンズ姫ちゃんに対してなんてこと言うの、あなた。皆さん、こちらのね、今日はこのブロンズ姫、みんな大好きブロンズ姫、もう私言い切っちゃいました、みんな大好きブロンズ姫の育て方、増やし方についてお話しさせてください。育てやすくて人気がとても高いブロンズ姫ですので、皆さんの中にはもう育てていらして、ブロンズ姫のことならお任せっていうぐらい詳しい方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。ブロンズ姫マニアの方はうんうんと確認をしていただけたら嬉しいなって思うような動画になっています。これからブロンズ姫育てようかなって思っている方には、ブロンズ姫の魅力をお伝えできればそれもまた嬉しいです。グラプトペタルム族オボロ月とセダム族の玉場を交配させて生まれたのがこちらのブロンズ姫になります。ブロンズ姫は育てやすいね。おぼろ月って育てやすいですよね、強くて。冬って言っちゃ本当はいけませんね。冬でもその辺にひょひょって置いといても枯れないっていうんですか、結構強いよね。その強さを引き継ぎながらも、おぼろ月より、もうちょっとぷくぷくっとちょっと丸い可愛らしい姿を楽しませてくれます。くまパン園芸ではグラプトペタルムと言わせていただいていますが、こちらの方、ブロンズ姫はグラプトセダムと分類されている場合もありますよね。育て方のポイントいきますね。ポイントとなんか偉そうに言えませんね。ポイント本当ないぐらい簡単なんですよ。一般的な春ワク木型のね、多肉植物と同じく春から秋まで成長してくれます。梅雨の蒸れと真夏の暑さにだけは注意してください。その時期はね、あまりこう乾いてもいないのにお水をねジャブジャブとあげすぎないといいと思います。あとね、植え替えですよね。植え替えは春か秋に。私は植え替えの時に元肥を入れているので追肥はしていません。ただし1年に1回は必ず私は春に植え替えをしています。真夏以外は強めの光が当たる場所に鉢を置いています。こちらのブロンズ姫、こちらとこちらですね、同じでブロンズ姫のこう鉢からね株分けして育てています。現在10月の初旬です。両方とも野外に置いて、日向です、もちろん置いてみましたが、よりこちらの方はね日照時間が長いところに置いていました。こんな感じです。こちらの方ももちろんベランダ日向です。ただしね、日照時間が午前中、午後1時ぐらいになるとちょっと半日陰になってしまうかなっていうようなところに置いておりました。でもね、朝から日はガンガン当たってんので、日向と言えると思いますが、最近こうだんだん秋になってお水をあげて、休眠から覚めて起こし始めましたら、やはりこちらの日照時間の長い方が色づくのはちょっとスタートダッシュ早いようですね。こちらに比べますとちょっと早くね、くまパンわかる？でもね、
こっちもこの後ね、ちゃんと日に当てていけば問題はないです。まだ昼間は25度ぐらいと暖かいですが、これから気温が低くなってくるともっと濃いブロンズ色になって、1年育てていて一番楽しい季節になりますよね。緑色のままで色が変わってくれない場合ありますよね。そんなお悩み、理由はいろいろありますが、まず第一に私はね、日当たりだと思います。たっぷり日差しを当てて育ててあげていますか？もちろん風通しの良い、日当たりの良い、この2つの条件とても大切です。そういうところに鉢を置いてあげてください。まずは次に、いくらブロンズ姫が可愛いからといって可愛がりすぎていませんか？何してないの？可愛がりすぎてもう本当に気がつけば肥料をあげちゃうとか、肥料をあげまくっちゃうとか、ちょっとでもお水が まだ切れてないのにお水をあげすぎてしまっているとか、そういうこともね、色がこうグリーンのままで綺麗に色づかない原因の一つだと思われます。そしてちょっとこれ避けますね。もう一つちょっとも問題児じゃないですよ、別に。また言い訳しちゃいましたね。こちらのブロンズ姫、よくありますよね、こうね、クマパンダメ。そしてこちらのブロンズ姫は野外ですが、こちらももちろん野外、午前中のみ日差しが当たって午後は半日陰になる場所に置いていました。もともと茎がね、グーンって伸びる性質がある品種ですが、まあね、ちょっと呆れちゃうほどタラタラと伸びてしまいました。なんか私も伸び始めたの大丈夫分かってたんだけど、これはこれで風情があるかなと思って、私このままずっと育ててたんだから。そういう方いませんか？途中からこう芽が出てきて、芽がもう随分大きくなっているので、ここをカットして、これを乾かして挿し穂を作って、植え替えと同時に挿し穂内で増やすのもこのまま簡単にできます。では今増やし方のお話が出てきましたので、ブロンズ姫の増やし方についてです。ブロンズ姫は挿し穂、葉挿し、株分けなどで増やすことができます。多肉植物の中では葉挿しにすると成長が遅くって、っていう品種もありますよね。ですがこのブロンズ姫、期待を裏切らないでものすごく葉挿しの成長スピードが速いです。以前アップした葉挿しのやり方の動画でもいろいろなね、品種の葉挿しをね同時にしましたが、ズバ抜けて早く、そして元気に成功率も高かったのはこちらのブロンズ姫になります。葉挿しのあのやり方の動画は、たくさんもうくまぱ園芸ではアップしてありますので、下の説明欄の方にねリンクを貼っておきます。よろしかったら後ほどご覧ください。そしてこちら、今葉挿しのお話が出ましたね。こちらの鉢をご覧ください。いつの間にか落ちた。私も気づかなかったんですけど、この上に葉が落ちていて、それが葉挿しが成功してもうこんなに大きく成長しています。そろそろちょっと独立させて植え替えてあげた方がいいですね。先ほどもちょっと話しましたが、挿し穂作り、伸びたこう枝をカットして挿し穂を作ります。例えばですね、ちょっと待ってくださいね、ハサミを盛り出して、ハサミね、あまり動画では言っていませんでしたが、私は使うとき必ず消毒、株ごとに消毒しています。
薬剤を使う時ともうめんどくさい時は火でこう炙ってしまってとにかく消毒してます。その方がね安全で安心でいいですよ。例えばどれ行く？じゃあこの辺行こうか。このように伸びた枝、よいしょ、こちらをカットしますね。あ、ごめん見えなかった。こっちこっちカットね、カットします。よいしょ、あ、これ前にあった邪魔、これ大丈夫。ではこちらをカットします。こっちカットしたのは、すいません今日手袋を本当はした方がいいですね。こんな感じですね。ちょっと下葉をこのまま外しちゃいますね。ここにこうスライドすると簡単にスーッと外れます。こんな感じでいいかな。ちょっとで木が長いななんて思ったらもう少しカットして使いやすい長さにしてください。できれば半日陰で数日ラックなどに立てかけて、半日陰、風通しの良いところに置いて数日、数日までいらないのかな、切り口を乾かしてから土に植えてください。そして今クマパンが怒りに燃えて後ろから拾ってきましたね。今取った葉っぱです。この葉ですが、これもね本当にこの辺にもう巻いとくって本当はいけないんですが、置いとくだけでこちらも葉差しもバンバン成功してしまうと思います。ブロンズ姫本当に大量に増やしたい方はこちらも、葉差しをするといいと思います。でもちょっと本当にね油断ならぬほどどんどん増えていきます。あ、それからこちら今カットした方のこちらの茎の方も捨てないでください。こちらの方からまた芽が出て、この間から芽が出てここからも増やせていけますので、こちらの方も大切に育てた方がいいと思います。私もこのままこちらは育てていこうと思います。ブロンズ姫は多肉植物を育ててみたいなっていう初心者の方にも私はおすすめ品種だと思います。まず取り扱っている園芸ショップが多いです。入手しやすいのもいいですよね。次に初めて育てる多肉植物が枯れてしまうともう園芸作業嫌いになってしまう、そんな悲しいこともありますよね。ブロンズ姫は滅多なことでは枯れないので園芸作業楽しめると思います。よくねお話聞きません？私の友人とか周りでもよく聞くんですけど、私ってサボテンも枯らしてしまうから植物なんて育てられるわけないのよなんていう人多くありませんか？そういう方にもねブロンズ姫個人的にはおすすめしてあげるといいと思います。え、ブロンズ姫も枯れてしまう？そういう場合は困っちゃいますよね。その場合はくまパンチャンネルの動画がいろいろありますのでご覧いただけますといいなって。え、なに？ごめんなさい、くまパンチャンネルのちょっと宣伝になっちゃいましたね。おかげさまでくまパンチャンネルの動画の本数も最近めきめきと増えてきました。これからもいろいろな植物の動画をアップ予定です。こんな植物の動画があったらいいなとか思われましたら、コメント欄に、下の方のコメント欄にリクエストをお待ちしています。ね、くまパン。くまパンも私も待っているので気兼ねなく、そして私たちが得意な植物でしたら、動画にしていきたいと思っています。私たちと同じくブロンズ姫がお好きな方はよかったよの合図にいいねを押してお知らせください。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっているので、よろしかったらそちらの方もフォローお待ちしてます。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのをくまパンと一緒に楽しみにしてます。じゃあくまパンと一緒に。
ひゃ、くまくまーパーン、またねー、バーイ。くまぱん、ほら、あなたのお嫁さんに姫どう？だから食べちゃダメ、食べちゃ、食べ、食べ、近寄りすぎ、近寄りすぎ、これ遠くからそっとめでてね。うん、そうそうそう、くまぱんのお嫁さんにと思って。美しいでしょ。あ、怒ってた、あ、いなくなっちゃった。